解説は恵子です。よろしくお願いします。こんにちは、恵子です。今日は新型コロナウイルスパンデミックから私たちは何を学ぶべきか、そして新しい時代の幕開けになるのかどうか、そういった角度からですね、いろいろお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、バイオインディビジュアリティとかですね、種の保存について、スウェーデンが取った、勇気ある決断、長と出るか反と出るか、そういった、時期に来ていますね。それから今後の驚異的感染症、こういった新型コロナウイルスのような、ウイルス、あるいは病原体というものはこれから出てくるものなのかどうか、これでおしまいなのかということについても、考察していきたいと思います。生活習慣と健康、コスパ再検討、これはですね、今までのやり方では無駄が多かったと思うんですね。で、今回の、パンデミックをきっかけにアメリカでは、何百万人という、失業者が出ているわけなんですけれども、そういった、職業がですね、新型コロナウイルスのパンデミックが収まったとしても、おそらく元の職に戻ることはできないだろうというふうに言われています。で、それが叶わないのは、結局こういうパンデミックのようなことが起きた時に、緊急時にコスト削減をするわけですよね。ですから、そういったことが起きた時に、これからもその無駄を継続していくということはありえないわけで、今後、社会経済が大きく変わっていくはずです。で、それから政治統治国家社会依存の限界ということで、私たち自身がですね、仕組みとか社会政治に対して依存しすぎてきたのではないかといったことについてもお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはバイオインディビジュアリティについて、解説していきたいと思いますけれども、これはかなり新しい言葉ですね。私もですね、修了しているプログラムで、ニューヨークにある Institute for Integrative Nutrition っていう学校のですね、英語によるオンラインでの食養学ですね、食生活から見た健康維持ということで、健康というのは肉体の健康というものがいかに精神の健康、そして心の健康と密着しているかという観点からですね、健康維持というものを根本から探っていくという学問なんですけれども、英語がわかる人であれば世界中からこのオンラインのコースを受けることができて、英語圏ではこの自然治癒を重視する民間医療のことについても触れていきますし、人間一人一人の体質とかですね、代謝の仕方の個性を生かして健康維持をしていくという学問なんですけれども、この学校の校長先生ジョシュア・ローゼンタール先生が作った造語なんですね。で、バイオ、つまり生命体、インディビジュアリティ、生命体の個性ということですね。で、ここに書いてありますけれども、生命体には、自然の中で種を保存するということが非常に重要なことであり、どの生き物もその種の保存ということを本能的にできるようになっているんですね。だからこそこのように地球が繁栄して、緑が増えて、人類が進化してということが起きているわけなんですけれども、その種の保存をしていくための自然治癒と獲得免疫、これ皆さんも聞いたことあるんじゃないかと思いますけれども、学習をしていく免疫能力があるんですね。で、これを使うことによって自然治癒ということが起きてですね、自然の中で淘汰し合ったりとか、互いに支え合ったりしながら私たちは進化してきたわけですね。で、それをですね、効果的に使って、健康を維持するためには一人一人やはり生活習慣によってですね、体質とか代謝の機能というものに個性があるというふうに表現しているのがこのバイオインディビジュアリティなんですね。ですから、今までは例えば国の栄養に対するガイドラインがあって、で、それに従っていれば健康でいられると思っていたところ、千差万別、種々の生活習慣病が発症してしまったわけですね。
ですからやはり一人一人の体質とかその生活習慣を見た上で何をしていかなければいけないのか、健康維持をしていく、そして種の保存という本能的な力を最大限利用していくためにはやはり一人一人ですね、ここに見ていく必要があるんですよというそういう意味ですね。で、このバイオインディビジュアリティに影響してくるですね、その個性を生み出す要素というのは何なのかということなんですけれども、例えば家庭それぞれ祖先から伝わる生活習慣があるわけですね。例えばあるお家ではみんなで夜更かしをするだろうし、ある家ではみんなで朝早く起きて生活するかもしれない。農業をみんなでね、営むことによって運動量が多いかもしれないし、結構家の中でテレビをカウチポテトになってですね、見ているという、そういう家庭の習慣もあるかと思います。で、食べるものもやはりその家独特の、地域ごとにね、食べるものが似ていたとしても、その家独特の祖先から伝わってきている、あるいは、お父さんとお母さんが結婚した時に新しく取り入れた生活習慣というものがあると思うので、そういったものに影響されるわけですね。それから、地域独特の文化習慣、これは海に近いとか山の中にあるとか、どういった作物が取れるとか、どういった気候であるとか、そういったことも影響してくるんですけれども、それぞれ地域独特の、食文化もあれば生活習慣もあるわけですよね。気候、天候、季節の移り変わりの違い、これもですね、同じ日本の中、あるいはアメリカの中でも、その地域ごとに気候が違ったり、天候が違ったり、季節の移り変わりもあまりないところと、激しくあるところとありますよね。そういったことに左右されて、例えば寒いところであったら、その防寒のために、食べるものもあるだろうし、着るものもあるだろうし、家の作り方も異なってくると、そういったことがまた体に影響してくる可能性があるわけですよね。で、水、空気、土壌、地形、ワインとかがですね、水の質とか風の向き、太陽の向き、そういったことによって出来が違ってくるように、やはり人間もですね、そういったことに大きく、左右されるというふうに、それは少し考えてみれば分かることですよね。運動歴、運動の種類、筋肉の有無、その人がどういう運動をしてきたのか、これからするのか、運動の種類によってもですね、筋肉を鍛えるもの、有酸素運動、それからストレッチ、いろんな運動の仕方があるわけですよね。で、それによってまた精神力とかそういったことも影響してきますし、人間の健康に関わっていると。で、年齢、性別、エンゲル係数、これは年齢とか性別によってですね、食べるものも異なってきますし、ホルモンの働きもまた変わってきますね。で、それとその家それぞれの、これは家庭独特の、要素の一つなんですけれども、エンゲル係数がどれぐらいなのか、食べるものをできる限り安くして、粗悪なものを食べて暮らしているのか、あるいは十分良質のものを食べているのか、それは食事の回数とかね、量にもよりますけれども、そういったことがまた別の要因であると。それから時代の風潮ですね、国の文化思想、それぞれ、時代を超えてきてですね、戦争中であるとか、あるいは100年前の暮らしというのは電子レンジがない暮らしをしていたわけで、その時々の調理器具とかですね、働き方の質、つまり外で働くことが多くなれば外食が多くなるでしょうし、国の文化もやはり時代時代で変わっていくわけですよね。情報を発信する、テレビであったりラジオであったり電話であったりインターネットであったりという、そういう技術が変わっていくことによっても情報交換ですね、異なってくるということになります。それから栄養管理の指針内容、これは国によってですね、例えばアメリカで、ピラミッド型のですね、主食を一番底辺に持ってきて、お肉とか野菜とかそういったものを上に乗せていくというピラミッド型のガイドラインが出ていましたけれども、それを日本も国のガイドラインが出ていたわけですね。で、アメリカは現在は違うものを使っているんですけれども、その時その時の政権が変わっただけでその考え方が変わってしまうということもあります。
一体それをそのまま鵜呑みにしていいのかどうか、国民全体がそれに沿った食事をしてたらどういうことになるのか。日本というのは長寿の国ということで有名ですよね。しかしその裏側では健康寿命と年齢寿命の差がですね、9年から12年ぐらいあって、高齢になってから人のお世話を受けていかなければ、生活できないという方が非常に増えているという特徴もあります。ですから国々でね、いろんな指針があると思いますけれども、そういったことも影響しているということですね。それから健康への考え方、例えば医師に頼っていれば大丈夫だって思っている方もいれば、あるいは自分で情報を集めてね、自分の健康は自分で守るという方もいますから、健康への考え方が取り組み方に影響してきて、それが、体質とかですね、代謝のその機能を変えてしまうということになります。それから精神的体験とか教え、周りからの影響もありますね。三つ子の魂100までといううまい表現がありますけれども、実に近年ではですね、科学的にそれが証明されてきていまして、で4歳までに子どもが体験するトラウマですね、もう本当に簡単なことをですね、乳のみ子がこう親に向かって視線を投げかけて何かを要求している、あるいは話しかけているつもりでも、親がそれに気がつかないで無視をしてしまったということがトラウマになるケースもあるんだそうです。で、暴力とかもちろんそういったものは肉体的なトラウマにもなっていくわけですけれども、そういったことが、大人になってからも影響すると。それから教えとかですね、周りの人たちがどういうことを言っていたのか、年を取ったら病気になるのはしょうがないっていうのをずっと聞いて育ったら、もしかしたら同じように、考えるかもしれないですね。可能性を頭で断ち切ってしまう場合には、やはり偶然、その何て言うのかな、健康が訪れるということはないですから、やはりそういったことが影響してしまうと。でその他いろいろあると思いますけれども、こういったいろいろな条件によってですね、一人一人の体質や、代謝の仕方、そういったものが変わってくると。ですから一人一人、個々にその特徴を見極めて、最大限に自然治癒や本能的に行う免疫力のアップ、そういったものを支援していくことが必要であるというふうに言われています。